おし、高橋先生。ナルトか、ちょうどいいところに。ん？あのな、お前にちょっとお願いがあるのよ。どうしたんだってばよ、改まって。実はな、ジライア様にお前から頼んでほしいことがあってね。高橋先生がエロ仙人に？これは極めて重要な頼みだ。失敗は許されない。どうやらイチャイチャタクティクスには初回限定版があるらしいんだ。俺はどうしてもそれを手に入れたい。たとえどんなに金をつぎ込んでも。だがもうどの書店も予約を打ち切っていてな、このままじゃ手に入らない。そこでジライア様に直々にお願いしようとしたんだが、どこを探しても見つけることができないのよ。それでだな、ナルト、お前もジライア様探しを手伝ってもらえないか。いや、もっと頼むよ。もうさ、イチャイチャ趣味ってばやめれば。なんかもう見てらんねってばよ。何を言う、あれは俺の宝だ、魂なんだよ。頼むよナルト。なんなら新しい術を教えてやってもいいからさ。まあそこまで言うなら協力するけど、なんだかな、情けねってばよ。発見。なんだ、わしは今忙しい。話なら後にしろの。あのさ、ちょっと話があるんだけど。お前知った、わしの話を聞けの。初回限定版か。まあカカシの頼みを聞いてやらないこともないが、それにはちょっとした条件がある。はいはい、どうせ取材の手伝いをしろとか言うんだろ。仕方ねえから手伝ってやるってばよ。その投げやりな言い方が気になるな。良い心がけだ。それで俺ってば何をすればいいんだよ。実はな、つい先日新しい取材先の情報が入っての。今回はそこを取材しようと思うのだが、どうにも邪魔が多くてかなわん。そりゃそうだろうな。そこでだ、お前の力を借りて目的地まで強引に突っ切ろうと思う。強引にね。この作戦はわしとお前の最低限の人員で行う、いわば指定協力大作戦だろう。ああ、もうどうでもいいや、さっさとやっちまおうぜ。おお、頼もしいやつだろう。それでは準備が整い次第出発するぞ。用意ができたら声をかけるとよいの。準備は整ったか？そろそろ出発するぞ。はっ！よし、それじゃあ気合い入れていこうか。え
指すは風の国の砂洞穴。え、そこって砂漠のど真ん中じゃなかったっけ？そんなとこを取材すんの？最近になって急に水が湧き出したらしい。まさに砂漠のオアシスと化していると聞く。大丈夫なのかその情報。考えるのは後だ。今は行動あるのみだの。へいへい。このどこら辺がオアシスなんだよ。そんなバカな。わしが得た情報ではここで裏若き乙女たちがはしゃぎながら水浴びをしていると。残念でしたね。だ、誰だ。さくらちゃん。あんな情報に引っかかるなんて、ジライア様もまだまだですね。な、何？まさか、わしの耳に入ってきた情報は。はい、ジライア様をあぶり出すために師匠が考えた全くの嘘です。そんな、今まであいつに見つからぬよう必死に姿を隠していたというのに。さて、ジライア様、がっかりしてるとこ悪いですが、あなたの身を師匠の元まで連行させてもらいます。今までの覗き事件に関して言いたいことが山ほどあるそうですから。それは断固拒否する。だったら仕方ないですね。力ずくでも連れて行きます。ナルト、指定の力を見せる時だ。エロ仙人ってば、おとなしく捕まった方がいいんじゃねえの。かあ、お前はあの2年半の修行の恩をあだで返すつもりか。そうくるか。行くぞナルト。はっ。
開始。外れだの。じゃあくせえ。よっ、じゃあ。せい。もう任せたぜ。儲けたぞ。僕と味わえ。三人を舐めるなよ。超人ラセンだ。相手が悪かったの。勝負あり。悪いな、本気を出させてもらったぞ。わしを止めるにはまだまだ力不足だったようだの。今回のところは引きます。ナルト、あんたは覚えてなさいよ。ガハハハ、正義は勝つ。どう考えてもエロ仙人は正義じゃねえだろ。騙されていたとはな、とんだ肩透かしだの。俺で気が済んだろ。だったらカカシ先生のところに行こうぜ。はあ、仕方ないか。よし、そんじゃカカシ先生の元に出発。
ら、ジライア様になれとくんじゃないですか。しずねの姉ちゃん、こんなとこでどうしたの？ん？別に何でもないですよ。まあいいや、そんじゃな姉ちゃん、俺たち急いでっからさ。時に二人に聞きたいことがあるのですが。なんだ？どこでとは聞きませんが、お二人ともさくらに会いませんでした？さくらちゃん？その、なんというか、さくらにはある指令が言い渡されていたのですが、どうやら失敗したようですね。まさか、しずね、お前まで。覗き事件も許せませんが、私の後輩を傷つけるのはさらに許せません。姉ちゃん、このことは綱手様の前でしっかり反省してもらいます。ここは引きます。まさかここまで邪魔が入るなんてな。エロ仙人、一度自分のやってることをしっかり見直した方がいいんじゃねえの？ふん、お前には分からん世界もあるんだの。はあ、まあいいや、今はカカシ先生んとこに急がなきゃいけねえしな。そんじゃエロ仙人、行こうぜ。連れてきたってばよ。ご苦労。
どうしたんだってばよ。エロ仙人に頼み事があるんだろ。ああ、あのことか。あの件はもうどうでもいい。え、どういうこと？待て、ナルト。その態度、口ぶり、怪しい。まさか、もしかしてお前は気づいちまったか。あり、綱でか。かかったね、ジライア。前の悪行はここで終わりだ。残念だったね、ジライア。ここまで全てが私の罠だったのさ。え、え、カカシ先生まで？カカシ、お前わしに頼みがあるんじゃなかったのか？いえ、それがですね、実はもうもらったんですよ、五代目に。砂糖を滑る私の力を侮っては困る。一声かければどんなものでも手に入るんだよ。それは権力の使い方を間違ってないかの。意見は後でいくらでも聞いてやる。それよりも今からは別の話をしようじゃない。ああ、ジライア。結局、こうなるんだよな。エロ仙人、頑張れよ。ナルト、あんた、笑ってられると思ってんの？ぎっ、さくらちゃん。
砂洞穴での一件について話をしたいんだけど、じっくりと。あれはエロ仙人を守るための事故で。大変だな、ナルト。カカシ先生、笑ってないで助けてくれよ。元はといえばカカシ先生がいけねえんだろ。すまないな、今の俺にはこんなことしかできない。約束していた真実だ、しっかり役に立ててくれ。それじゃあな。逃げやがった。しかも嬉しそうに。さあ、じっくり話をしましょうか。さあ、じっくり話をするか。そりゃねえってばよ。そりゃねえの。ナルトよ、お前も災難だったの。エロ仙人ほどじゃねえけどな。